ニュージャックのリングネームで知られる、ジェロム・ヤングは、アメリカ合衆国の元プロレスラー。ジョージア州アトランタ出身のアフリカ系アメリカ人。同郷の黒人レスラー、デイ・キャンディのコーチを受け1990年代、前半にデビュー。ジェリー・ローラーとジェリー・ジャレットが主催するテネシー州、メンフィスのアスアを経て、1994年には、ジム・コルネットの SMW を、主戦場に、 ムスタファ・サイードとのタッグチーム、ザ・ギャングスターズで活躍する。1995年より、路上の王、スラムキングのギミックでイカップリング・ウィーズに参戦。ハードコアマッチを得意とし、ラップミュージックを大音量でかけながら、大量の狂気を詰め込んだゴミ箱を持って現れ、数々の狂気を使って攻めるスタイルが、観客に支持されブレイクした。狂気攻撃の他にも、 観客席の2階部分をはじめとする高所ライブも得意としている。イカップリングウィズ解散後はティエネなどアメリカ各地のインディ団体に上がり、イカップリングウィズ時代と変わらぬファイトぶりで名を馳せる。2003年4月にはハードコアレスリングのレジェンドだったジプシー・ジョーと対戦。2005年にはイカップリングウィズのリユニオンイベントハードコアホームカミングにも出場した。 2010年8月8日、ティエネにて開催された、イカップリングウィズ・リユニオン賞の PPV ハードコア、ジャスティスに、ムスタファとのコンビで久々に登場、試合後のチーム 3D を吸収した。2013年4月5日、PWS にて、ネクロブッチャーとの対戦を最後に引退した。2021年5月14日、心臓発作のために、ノースカロライナにて救世。 58歳没。他、アメリカのインディー団体を中心に多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。